皆さんこんばんは。夢高 TV の時間です。今日はですね、夢高接骨院での、施術の流れをですね、ご覧いただきたいと思います。はい、じゃあ早速お願いします。こんばんは。こんばんは。こちらどうぞ。はい、今日はどんな調子ですか？ちょっと首が動かなくて、じゃあ動くんですけど、左側じゃないですか？行きづらい。上下とかどうですか？前屈と後屈の方が。後ろが、後ろに行きづらいですね。一応ね、それが骨盤の影響あると思うんですけども、はい、ちょっとね、腰の筋肉ですね、これぐっと持ち上げます。この状態でまた横を向いてもらうんです。左手。あ、いける。ちょっといけるよね。行きやすいです。この後ろ、後屈した感じどうでしょう。あ、行きますね。左右行きますよね。はい。ってことはやっぱね、これ骨盤、今の首っていうのは骨盤の影響があるので、はい、ちょっと骨盤矯正をね、していきますのでね。はい。はい、ちょっとうつ伏せになっていただいてください。はい。はい。まあ今ご覧いただいたようにですね、首の痛みで来られた患者さんなんですけども、まあ患者さん役なんですけどね、腰の方をちょっとグッとね、押し上げてあげると、首の動きが良くなったりしてるわけです。今骨盤矯正をしてます。で、首の痛みが骨盤矯正で取れるかどうかというところをね、今ちょっと体験してもらおうかと思っている最中です。はい、そうこうしてる前にですね、そろそろ骨盤矯正が終わりますのでちょっとご覧いただいて。はい、息を吸います。はい、やってます。この骨盤矯正の、ね、特徴はですね、誠に痛みがなく無痛で、ね、骨盤が矯正されるというところが、ね、特徴です。で、骨盤が矯正されるとですね、骨盤が矯正されたということが、患者さんも術者も、分かるというそういうやり方をしています。はい、はい、座っていきましょう。はい、はい、首動かしてみましょう。いきます。はい、いきますね。ええ、はい、前倒したのと後ろ反ったのと。おお、いきますね。いきますね。はい、はい、はい。まあ、このようにですね、骨盤矯正だけでも、首、肩、その辺の、ね、症状が変わるということをね、今日ご覧いただきました。まあ、施術の流れはですね、必ずビフォーアフターが、施術の流れは必ずビフォーアフターですね、来た時の悪い状態、来た時の、施術が終わった時のいい状態が患者さん自身が理解できると。先ほどの痛みを10とすると今どのぐらいですか？5ぐらいですね。ですね、はい、まあ、半分ぐらいね。じゃあ、あと半分はお土産です。持って帰ってください。はい、ありがとうございます。ということで、今日はこの辺で終わりたいと思います。はい、という夢高 TV でした。ありがとうございました。ありがとうございました。